はい、新王子を終わりました。じゃあ、新です。今日最後なんですね。ドラゴンボールの語りをしたいと思います。はい、僕は実はですね、ドラゴンボールが好きなんですよ、アニメの中で。やっぱり。はい。ね、やっぱり、物語が面白いですからね。僕の部屋にドラゴンボール回を録画したんですよ。で、見てました。はい、すごい面白かったです。はい。で、ギニューってすごいですよね。ボディーチェンジができますから。はい。相手の体と交換できます。こうやって。うわーって感じ。ね。交換できますよ。僕はセルが好きですね。はい。セルの真似をしたいと思います。一回。いや、3、2、1。ちょっと、殺してしまったかね。はい。こんな感じですよ。で、ベジータもすごい面白いですね。はい。ベジータの真似したいと思います。カカロット感じです。と、悟空の名台詞は、やっぱりこんな感じですね。おっす、オラ悟空。はい、ドラゴンボール本当に好きです、僕は。やっぱりね、はい。海外やってましたからね、録画しましたよ、本当に。ドラゴンボールは本当に面白いです。はい。ドラゴンボール界の曲も好きですね。はい。あと、ドラゴンボール界のエンディングテーマが、AKB の曲を歌ってましたね。はい。心の羽ですね。いい曲ですよ、本当に。オープニングも好きですね、ドラゴンボール。あと、ドラゴンボール Z も好きです。はい。セルやっぱかっこいいですね。セルゲームとか。皆さんはドラゴンボールが好きな人で、ドラゴンボールのキャラクターが何が好きですか？下のコメント欄をお願いします。はい。はい。ということで、今日最後のですね、ドラゴンボールの語りでした。以上、新王子の名残でした。ありがとうございました。